ビリヤニ・バングラデシュ料理は、バングラデシュで食べられている料理の総称である。自然に恵まれたバングラデシュは、米と魚の国と呼ばれ、自然がもたらす食料の供給には、モンスーンと大河川の氾濫が大きな役割を果たしている。バングラデシュの人間の食生活は、米と魚を食べる、ベンガル人という言葉によって表される。バングラデシュの主食は米であり、 炊き上げた米かパンの一種であるルチとカレー風味の副菜の組み合わせが一般的である。日常の食事ではもみを一度蒸した後に精米したシットベイが食べられ、ビリヤニにはアトプ米と呼ばれる日干し米が使われている。シットベイには保存状態が良く、精米の工程でくず米が出にくいという長所があるが、炊き上げた米にはいくらか匂いが残り、 分量以上の水で米を茹でて最後に余分な水分をこぼす調理法をとっているため、出来上がったご飯にはパラつきがある。白いご飯はシャダバットと呼ばれ、シャダバットをバジと呼ばれる野菜炒めやカレーなどの副菜と一緒に食べるのがバングラデシュの一般的な食事の風景である。バングラデシュの結婚式では、 肉や大型の魚を使ったカレーと牛乳から取れるギーという油で米を炊き込んだビリヤニを供するのがしきたりになっている。ビリヤニの他にカレー味で米を煮込んだキチュリ、香辛料を効かせた炊き込みご飯のポラオなどの米料理が食べられている。米を牛乳で煮込んで甘みをつけたキールは米を材料とする上場の菓子である。米の他にはチャパティ、 ルチと呼ばれる無発酵のパンが食べられている。バングラデシュでは、インドと同じように、タンドールで焼いたナンが食べられているが、インドのナンが楕円形であるのに対して、バングラデシュのナンは円形をしている。粉を油でこねて焼いた、ポロタ、油で揚げたプーリーというパンも食べられており、いずれのパン類もバジを包んで、あるいは、カレーと一緒に食べられている。他のインドは大陸の国の料理と比べて、 バングラデシュ料理には野菜や魚が多用される。鶏、ヤギなどの肉、魚、エビ、卵がメインディッシュの材料となり、メインディッシュの後にはダールという豆のスープが出される。ダール、トマトスープなどのスープ類は、スープとして飲まず、米の上にかけて食べられる。カレーなどの汁物はトルカリと呼ばれるが、トルカリは副菜そのものを指す言葉として使われることもある。 インド料理と同じくカレーが料理の中心となっており、バングラデシュのカレーは水分が多いために手で料理を混ぜ合わせる手食の習慣によく馴染んでいる。バングラデシュ料理に使われる香辛料はニンニク、生姜、玉ねぎ、唐辛子、ウコン、コリアンダー、クミンシードが基本となっており、バングラデシュ料理はインド料理に比べて素朴な味付けがされていると言われている。 肉料理には、シナモン、カルダモン、クローブ、ナツメグなどの香辛料を調合した、ゴロムモシュラが使われ、パンチホロンと呼ばれる、カロジラ、クミン、マスタード、フェヌグリーク、フェンネルは料理の味を整えるときに、粒のまま使われる。人口の90%以上をイスラム教徒が占めるバングラデシュの食事には、宗教上のタブーがあり、豚肉や豚の加工品は、寄付されている。 ラマダン月の日中イスラム教徒は断食をし、日が沈んだ後に街中の屋台でイフタリと呼ばれる軽食を買い、それを食べた後に本格的な夕食をとる。イフタリはナスやインゲンなどのバジャ、ピアジャなどの揚げ物が多い。パキスタンはバングラデシュと同様にイスラム教徒が大多数を占めているインドは大陸の国であるが、 魚介類が豊富なベンガル地方に位置するバングラデシュの食文化は肉、野鳥、魚が食生活の中心になっているパキスタンの食文化と異なっている。バングラデシュでよく使われるイリッシュとマスタードを使った料理バングラデシュでは魚介類をマスタードオイルで揚げた熱い料理が好まれている。バングラデシュ人は動物性タンパク質の約60%を 魚類から摂取し、そのほとんどが淡水魚で占められている。ニシン科のイリッシュは海から、奇水の王様、コイカの類とカトラは、淡水魚の王様として親しまれている。これらの魚は浮きに入って、川の水量が増した頃に産卵、受精し、受精した卵は、川水と共に、バングラデシュ各地に分散する。浮きが終わる10月頃から漁が始まり、コイカや、 生塚の小魚、木登り魚、大魚、タウナギ、台湾土壌が取れる。イリッシュは、カレーの材料にされるほか、唐揚げにも調理される。皿に盛り付けられた、ぼったらい客に供する料理やレストランのメニューは肉。魚が中心であることから、バングラデッシュの料理は、野菜が少ないと思われることが多いが、日常の食事には、野菜も多く使われ、ご飯が乗っている皿の上には、 野菜料理が乗せられる。細かく切った野菜を玉ねぎ、ニンニク、クミンシードなどの香辛料と一緒に炒めて野菜が柔らかくなるまで蒸し上げる、バジ、加熱したいも、ナス、ウリを潰して、マスタードオイル、香辛料、塩であえた、ボッタなどの野菜料理が食べられている。ナスにベサンの衣をつけ、油で揚げたものは、ベグニと呼ばれる。芋や、ナス以外にバナナ、豆、 魚介類、唐辛子などの癖の強い食材もボッタに加えられることもあり、農村部では庭や田畑のあぜに自生する健康に良い,いとされる野草やインド仙壇もボッタの材料にされる。カラシナから取れるマスタードオイルはアチャールという漬物の漬け汁、キュウリやトマトのサラダに使われており、バングラデ主人はマスタードオイルに強いこだわりを持っている。ピアジェは ムシュルダルと呼ばれる豆をマスタードオイルで揚げた料理で日本のかき揚げに似ている。とろみのある豆のスープであるダールの豆は場面によって使い分けられ、日常の食事には赤いムシュルダル、特別な場の食事には黄色いムックダルが使われる。新ン牛乳と砂糖で作る菓子はミスキと総称され、それぞれの菓子は追加する材料や仕上げの方法によって色、風味、形が異なる。 バングラデシュの菓子は甘みが強いが生活習慣病が問題化している影響もあってか甘みが抑えられた菓子も増えている。バングラデシュのヨーグルトはドイと呼ばれ甘みと酸味が抑えられている。ドイは素焼きの器に入れて作られるが器の大きさは茶碗台のものから洗面器台のものまで幅広い。主食である米は甘みの材料にも使われ牛乳の粥、炊いたご飯を ヨーグルトや果物と混ぜ合わせるなどして食べられることも、ある。米を甘く炊き上げて、サフランや食紅で色をつけたシャヒザルダは、デザートの王様とも呼ばれ、祝縁の場で供される。軽食はナスタと総称され、新柄、ラ、サモサなどの小麦粉を使った揚げ物、カバーブやティッカなどの肉を炭火で焼いた料理、香辛料を加えて煮た豆に、タマリンドで酸味を加えたチョッポティなどが含まれる。 サモサはひき肉を中心とした具材を皮で包んで三角形に整えて揚げた料理で、新柄は肉の代わりにピーナッツやアーモンドスライス、ジャガイモなどの野菜に青唐辛子やクミンホールを加えたものが具にされる。無理と呼ばれるいりごめ、ルティやチャパティなどのパン類をバジやトルカリと一緒に食べることもなすだとみなされる。無理にみじん切りにした玉ねぎや細かく刻んだ。 青唐辛子を混ぜて、マスタードオイルや塩で味付けをしたものは、ジャルムリと呼ばれ、新聞紙で作った小さな袋に入ったスナックとして、親しまれている。チョムチョムは、バングラディッシュのドーナツみたいなもので、砂糖やココナッツがまぶしてあるのが、一般的である。バングラディッシュでは、紅茶が国民的な飲み物になっている。バングラディッシュは、イスラム教徒が多数を占めているが、 ビールの生産も行われており、国産ブランドとしてハンタービールが知られている。プーリー、ありがとうございます。